Hey guys! ボカブラリーの少ないダンテと服の少ないダンテです。この夏休み、ね、毎回同じような服を着ていました。どの服が一番着ていたか、コメント欄までお願いします。なんてね、で、僕は9月に、というかまだイギリス行ってないのかって突っ込みたくなるような、人間なんですけども、実は9月にイギリス行っちゃうんすよ。もうこれ何回も聞いてる。もうすっごいぐらい聞いてて、イライラしてると思うんすけども、帰れとか言わないでください。一応僕、育ちは日本なんで。で、去年、イギリスのおばちゃんに、お土産あげたんすよ、いっぱい。いろいろあげてね、分かったことあるんすよ。全然喜んでなかったんで、もうショックでしたね。なんかもう、困ってました。僕があげたものに。バーモンドカレーとかあげたんですけど、まず作れないし、あっちの人は作るのめんどくさいから絶対作らないんで、僕が作ったんですよ。バーモンドカレー。2回も。1回目は肉入り、で、普通肉入れるから肉入れたらなんかさ、肉は食べれないとか言って、もう、ショックで、もう仕方なく、僕食べちゃいましたね、全部。もう超、8人前ぐらいあったのを、みんなで半分食べて、おじさんが捨てようとしたんで、僕は食べちゃいましたね。で、その次に、魚用のカレー作りましたね。今度は、魚が嫌いな人が出てきて、ふざけんなって思ったんで、イギリス人は、なんか、おばさんが、もうキットカット大好きなんで、日本の、あっちはなんかチョコレートしか売ってないんですよ、キットカット。だから日本のすごい、キットカットをいっぱい持ってきて、ちょっと喜ばせたいなって思ってますね。あとお土産もう一個買ってきたんすよ。これめちゃくちゃ買ったんすよ。センス10個に、箸6個ぐらい。やっぱ一番喜んでくれたのがセンスなんすよ。やっぱセンスあるなって思うんすよ、僕。まあお土産はもう適当にプププって買ってきて、まあ行くんで、多分みんなすぐ俺が帰るって思ってるんですけども、今回大間違いっすよ。なんでか教えてあげますよ。これがあるからっすよ。去年は、日本のパスポートしかなかったんで、帰るしかなかったんですよ。まあ親父に失望して、まあ帰ってきちゃったんですけども、すぐ。今度はもう、ね、親父に失望しないで、まあ、おじさん家に引きこもろうかなって思ってるんで、安心してください。そして、僕の計画的には、まあ、語学学校行くんですよ、一応。お前じゃ行けねえよって思うと思うんですけども、まあ、行けるんすよ。俺でも行けるところがあるんで、お前みたいなやつが勉強しないくせに行く必要ねえよって、思う人いると思うんすよ。でも、僕は行くんすよ。なんでかというと、第一の目的はね、友達を作ることなんですよ。やっぱ学校ね、今思うとね、楽しいんすよ。学校はもうね、フィリピンの留学も行ったけどね、人生の掛け合いのないものなんですよ、学校は。だから、甘ったれ野郎だって思うんですけども、学校行きます。友達作りに。あと、いとこのライアンっていう子がいて、実はその子、俺が3歳、2歳か1歳の頃に会ってんすよ、一回。でももう記憶上、ね、Facebook でしか会ってなくて、絶対ね、いとこのライアンに会いに行くんで。あと、すげえ金持ちなんで。おい！まあね、僕も楽しく行くんで。あ、そういえば夏風、すごいね、もうずっとね、死にそうだったんですけども、ね。やっぱ飯食うとなるんで、まあ、頑張ってくださいみんな。僕も頑張るんで、これ。頑張ります決してくじけないし。ってことなんで、ペイン、イギリスに行くの巻。まだ行ってないの巻。じゃあねー、See you！ PDS 株式会社。